はい、おはようございます。今日はこれから、岡山県で開催される、イベントに行っていきたいと思います。そもそも当日に出て間に合うのかどうかちょっと微妙なところであると思うんですけど、ちょっと頑張って行ってきます。なんか旅番組です。ギリセーフで。コーポレーションさんブースからいいですか、はい、完了ですね、はい、見ていきたいと思います、はいはい、これは M2 コンペ、コンペですね、コンペですか、コンペーションですね、バンバン上がっちゃう、違うやつ、はい、ブレンボが入って BBS とレーシングですね、おはようございます。あの橋本コーポレーションさんの橋本コーポレーションさん考察ちょっとデモカーの方がちょっとデモカーぜひ説明を、はい、コンペティション、コンペティション、はい、はい、早速仕上げてます、はい、足回りはカベのクラブスポーツ3ウェイ、スリーウェイ、はい、装着してます。すげー調整できるやつですね。そうですね、はい、すげー調整できますサーキットもこのままあの行ってもらえるので、ね、はい、走れそうですね、はい、でそれと足回りというかタイヤホイールですね、はい、タイヤホイールは、BBS モータースポーツ、モータースポーツ、はい、で横浜タイヤさんのアドバンネオバー、あー、もうこのままサーキット行けるやつ、はい、このまんまの仕様のまんまサーキット走って、はい、そのまま帰れる、帰れるやつですね、そういう仕様にしてます。でこの、まあ、モータースポーツはメイドインジャーマニーの、はい、あのホイールにはなるんですけども、はい、レーシングホイールで作られてますので、ちょっとまあ見たデザインではないんでしょうけど、一応つけてます。レースの時にこう曲がったりしてすぐビーム交換できるようにってデザインですね。そうです、その通りなんですね。いや、やっぱりかっこいいですね。ですのであのホイールにもシーリングがされてないので。ああ、そうなんですね。これスリッピーなんですか。スリッピーなんですけど、はい、シーリングされてないんです。うーん、それで漏れないんですね。それで漏れないんですね。スリーピーで漏れないんです。はい。そういう精度で作ってある。そうですね。ちょうど、まあ、リム挟めるというところにオーリングを挟めてあるので、それを圧で、はい、止めてるみたいな感じで。ということはピアスが緩むとちょっとまずい。ピアスが緩むとまずい。いやこれでも一応規定値トルクでなってますので、はい、緩みません。緩みませんって感じ。緩みません。ボンネットはそうですね。ガーモン、バイパース、このドイツ、これもドイツなんですけど、ラップタイムパフォーマンスっていうところが作ってる、カーボンボンネット、後ろカーボントランク、カーボントランク、マイナス10キロ、マイナス10キロ。でカーボンっていうとその素地を、はい、見せて、カーボンっていうのを見せるんですけど。はいはいはい、ここのはもう軽量化に特化してるので、はい、素地は見せなくてこういう塗装してくれっていう風に言われてる。なるほど、はい、これは塗装なんですね。そうなんですよ、塗装してます。この状態で乗せてくるわけじゃないですか。あ、ではないですね、はい、10キロも軽くなるんだ。10キロも軽くなる。もともと軽みですよね。もともとそうですよね。で、後ろは5キロ。これじゃあこのダックテール形状になってる。ダックテール形状ですね。ウィングはラップタイムです。これでもこの補強で大丈夫なんですか。はい、大丈夫ですね。でもちろんマフラーは、天下のスロベニアのですね、はい。しかもこれディフューザーマットカーボン仕上げ。そうですね。あ、なるほど。はい、今までありましたもん、ね。あ、今までも一応車によっては設定がありましたね。そうなんです、ね。はい。M2344 は一応設定がありました。でこれはもちろん M2 のコンペティション専用のマフラーってことですね。あ、そうです。 M2 コンペティション専用マフラーになりますね。
でドライカーボン製ですんで、はい、あの重量は相当軽いのと、うん、これもアクラボビッチ製です。そうですね、はい、すごいカーボン面も綺麗ですからね。そうですね、はい、さすがスロベニア、さすがスロベニアで、これは一応あのインタクーラーとかも今は変えてあって CSF、 はい、はい、ボンネット開けた方がいいですか。開けてください。以上 CSF の BP が、今のパイプはあの色がちょっと選べる、何種類か色があるので、はいはいはい、マートバージョン、あバージョン3、これあれですか、アッパーマウント標準でついてくるんだ。クラブスポーツですね、はい、カットですね、はい、もう一回いきます。はい、クラブスポーツだからやっぱりあれですね、調整式アッパーマウント、あそうですね、調整式アッパーマウントがついてます、ね、僕自分でクラブスポーツ入れてたから忘れてましたで、これ裏はカーボン、裏はそうですね、CSF はアメリカですよね。 CSF はアメリカですね。 FTP っていうのはこれも FTP は台湾なんですよ。台湾、あ、はい、そうなんです。これ、インテックセンサー入れられるようにめくらしてある、はい、そうですね。なるほどね、考えられて作られてますね、はい、作られます。だけで、では次のコースに行きましょう。ありがとうございます。はい、続いて CPM さんのブースです。おはようございます。どうも、ボンドチャンネル。あ、こんにちは実はこれは CPM のブースではございません。 CPM ブースあ、ストッピング、はい、はい、テントと車をお借りしているでございます、はい、失礼いたしました。いえいえ、とんでもないです。で、このあれですよね、はい、インプがちょっとよろしければご説明を。はい、いろんな車につけられるんですよね。そうです、基本的にすべて汎用品になるので、はい、まあ、ユニバーサルということで、はい、まあ、穴も開いていない状態っていうのが、はい、これがデフォルトの状態で、はい、車に合わせて、穴開けていただいて、まあ、工夫して取り付けていただくっていう形の製品になります。幅が何種類もあるんですか。今、8種類ございまして、まあ、新たにあと2種類今起こしてるんで、まあ、10種類ぐらいで、まあ、どん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 、適合が、はいはいはい、あればあるほど、はい、これ R もじゃあ何種類かこうあるか。そうですね。なるほど、はい、これすごい。そうですね、最近流行り、まあ、今年のオートサロンで発表させていただいた、はい、圧縮して作るかも。そうですね、これは一応、まあ、僕のメーカーの言い方だと、まあ、PCC といって、新しいオプション設定させていただいた感じですね。最近ね、純正でもね、スーパーカー、そうですね、多いですね、これは。で、これがこっちの車についてるんですね。はい、そうですね、フォーセルになってます。フォーセルになってます。はい、はい、車ごと購入されたい方はじゃあソフィアアクサリー、はい、ぜひぜひ、はい、ご連絡いただければ、はい、なんかもうでも 3D のこのリップ用に作ったみたいに、いや本当そうですね、はい、センターのカーボン面も綺麗で、そうですね、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、どんどん見ていきましょう。はい、で、これゲレンデ、あれメーカーさんのステッカー貼ってあるけど、メーカーさんの、そうですか、ブルースは多分ブレックさんのですね。あー、なるほど。ホイールは HRE で、サイズアップもしてるよね、これで、まあ、35角形じゃないですか。あ、違う、295号はだからそんなに、まあ、ちょっとアップ、ちょっとアップ、車高上がってるよね。上がってるっぽいです。え、かっこよくない、なんか後ろ、これあの、ブレックさんのモニターが、あ、そうなんだ、ついてる、画面のでかい、ミラーリングできるやつでしたっけ。です、あのブレンボのカリパー入ってますね、 RDD さんの、あ、グリルってこれなんですか。アメリカのグリル、アメリカのグリルを塗っちゃってんの。あ、なるほどね、塗ってつけてますね。ほら、こんにちは、やばい、こんにちは、はい、じゃあこちらの説明をお願いします。やめて、今度やめてみます。ダメです、ダメです。今度 TV はこれはどうやったらいいんだろう。接続されてません。あの、ゲームはできるでも、これ今日、あ、すごい、うわ、ちゃんと今ネットガンがないんで、ただブラウザを見てもらえればちゃんとサクサク動いてます。あ、ゲームオーバー
で、ブレックスさんといったらドラレコと、まあ、HID なんか歩みに新しくなりましたね。前なりましたね。そうですよね。こちらですかね。これですね。こう、こうなんかキーホルダーみたいに出てきましたね。LED のちっちゃい。コンパクトで明るい。裏ファンですか？ファンついてる。ファンついてる。あ、そうなんだ。あ、本当ですね。LED 結構熱問題がありますからね。そうです。まあ、独占のルーメンっていうのを、ドクロクっていう名前にしてる。めちゃめちゃ明るいやつ。めちゃめちゃ明るい。あとまあブレックスさんといえば、まあ、最近すみません、僕らもブログに載せるときはあの夜間って書いちゃってる。まあでもこれが最近あのフェラーリサウンドとかその辺りも結構増えてきてて、はい、そんなのあるの？選べるんですよ。あ、そうなんだ。フェラーリサウンドとか V6、V8、ね、ベンツ、BM、アウディとかありますもんね、はい、あとあのミスファイヤーもありましたよね、パンパンいうやつ、まあ、アフターバーンっていうか、アフターファイヤーみたいなのもなります、はい、マフラー交換どんどん厳しくなってるからね、いいよね。そうですね、あとディーゼル車が増えてきたらね、これはありですね。ディーゼル車あれマフラー交換しても音変わらないから、ね、そうですね、変わらないです僕も一回ワンオフで作って全く変わらなかったワーゲンのあれかな、ディーラーがディーラーさんも新車を展示してますね。A6 アバウトね、かなりかっこよくなりましたし、めっちゃ新しいね。何位っぽいっすね。サスペンス分かんない。あ、いや、S ラインだ。S ライン、あ、S ラインシフト、あ、もう最近は全部タッチパネルですね。すごいね、超なんか近未来的な感じになってるね。ちなみにアプトからやるパーツ出てます。おお、いや、でもこれ最新のをこう、いじったらめっちゃうなつな。ちなみに大阪で1台作るのがシノちゃん。あ、そうなんだ。アウディ神戸から97、なんか新車も見れて、実際車も見れて、オートサロン本当ですね。で、実際で見て触ってっていうのはいいですね。97、でもやっぱ A6 もね、気になるのは S6 RS6 ですね、これから。はい、アルテオいいですよね。アルテオかっこいいよね。こういうジクルドかっこいいんで、アルテオ。そうですね。純正ホイールがまずかっこいいですよね。そしたらじゃあこっち側の建物のユーザーカーを、ね、気になる車を、僕的にこれすごく懐かしいなと思ったんですけど、今やもう希少品の、超貴重品じゃないですか。そうですよね。もうだって10何年前だ、20年近く前。値段上がってて、リバレルして使ってる人多いですからね。音声が入ってる。あ、でもこれもあれでしょ、組み替えてでしょ、リムですね。リムも変えてますし、はい。普通に止まってますけど、多分すごい量のノウハウが詰まってるんでしょうね。すごい量のノウハウってなんか変な言い方ですね。これは珍しい、あの左のマニュアルでしたっけ。しかも車系200、車系で2枚3枚だもんね。車系じゃなかった、純正シート DTI。 あ、本当だ、マニュアルかと思った。ジャングルジムになってる。本当ですね、これかっこいいっすよ。 S3 あ、ホイールがベントレーホイール、マリナーパッケージ、マリナーパッケージ、なんか見たことある。これ BC だね。 BC ですね。ホールドピアス、現行 R8、 あんまりないんですよね、現行 R8 をこうガッツリいじる人が。こういうの見るとかっこいいっすね。しかも結構車高低いの、低いですね。R8 だとこう奇抜なデザインのホイールにある。そうですね。あー、これかっこいいっすね。あー、やっぱりショーが、ショーケースアワード、あれもう今回の今回の、あ、そうなんだ。アワードが出てる。 GLE43 ホイールが24インチ。ちょっとメーカーが変わって、GLE43
ルフェ、ベルフェのブレーキですね。あいやベルフェデザイン、ツインキャリパー、こんな感じでさらっと乗りたい。なんかさらっとしてて、なんかちょっとパッと見全然なんかロキっぽくない。確かにロキって結構奇抜なデザイン多いですけど、なんかさらっと履かすってかっこいいですね。サイズも絶妙ね。ですね。多分もうちょっとインチ大きくしちゃうと、うん、奇抜さがこう目立っちゃう。結構普段乗りとかでもストレスなく乗れる感じが。これ HRA のワンピース。フルフォーム。フルフォーム。フルフォーム。オープンハウスに行ってきた岡先生、これ何ですかデザインは。デザインは、デザインはテロップで入れといて。なんだっけ。ロハナ、ロハナもあんまりなかったね。あ、これもビルドさん。これがビルドさん。あ、嬉しい。この青の、いや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 、でしょ、一旦 AT よりもいいんじゃない、どうやってついてるんだ、謎です。ちょっといいですか、私。はい、来てください。こんにちは。こんにちは。まして、どうぞ見ました。ちょっと欲しいです、ね、請求書が、請求書が来るやつだ、これ見えないところでやろう。やばい、料金が上がっていく。これ何のフィニッシュなの？ニュートレイル。ちょっとポリッシュだけど、なんかちょっとスモークかかってる。本当です。ポリッシュスモークみたいな。あれセンターロック？ニュートレイルのセンターロック。あ、そうなんだ。前に去年の、すごいね。え、これじゃあ何、タワー立てて。そうです、そうです。どうかしてアダプターっていうかして。あ、これがアダプターね。で、これフルーツ中も結構すごっ。セーターロッチですよ。アルテオン、こういうのあるとね、かっこいいですね。かっこいいよね。アルテオンぜひちょっとメモカーに欲しいですね。もうだってゴーダウン、タイホイール、リップぐらいでもうバッチリ決まってる。ちょっと関西乗りと違うですね。これね、本当にね、サイドがフルポリッシュで、天面ブラッシュ、ブラッシュのサイドポリッシュ、立体感出てかっこいいですね。やらしいですね。僕的に気になるのはこの R8、 アウディ、アウディ、アウディ。ローダウンしかしてないけど、よくぞこの色を買ったなっていう。確かに。アプトのデモカーでしか見たことないよ、だって。いや、そうそう、あれも、こう、あれもラッピングなんですか。あれラッピングなんだ。へぇ、あの、メタリックとはまた違います。なんかあれ、ペンキみたいな色。そうそう、見たことないよ、だって。でもこれ多分純正コロ。いや、そうですよね。いや、でも買わないって普通の感覚ですから。かっこいい。これを買っちゃう勇気。そうですね。これもローダウンだけですけど、ホイールが入るだろうから楽しみですね。はい、いかがだったでしょうか。本日は、岡山で開催された、ショーケース2019の様子をお届けしました。はい。たくさんのユーザーカーをはじめ、ショップブースや、あとメーカーブース、
あとはディーラーブースなんかも、そうですね、非常にバラエティーに富んだ、はあ、ディーラーブースあるのは珍しい、そうですね、はい、っていう感じの、バラエティーに富んだイベントでした。また来年もぜひ参加したいと思います、はい、そうですね、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。全然また行きたくない。